皆さんこんにちは、新道友達 TV です。今回は僕がね、あやとりやってるんですけど、まああやとりって女の子向きやけど、僕も実は好きなんですよ。僕男やけど、僕6個できるんですよ。あやとりをやるんで、それを 見ることで、まあそれに集中して楽しんでください。まず一つ目は、友達に教えてもらったおみくじですね。ね、皆さんちょっとほうきと似てるんですけど、こうしてね、でちょっと教えてる感じやけど、1、2、3で、でこっちは普通にピッてやって、外してバーって外して、この中の何かをね引いたら当たりか外れか出るんですよ。絡まったら外れ、ね、まあちょっとくるくるって回っちゃうんですけど、こんな風になるんですよ。で、ハズレだったらね、ちょっと絡まってるんですよ。やってみましょう。1、2、3の1個のピッポ、もう一回引いてみましょう。ハズレですね。ハズレだったらね、こんな風に絡まっちゃうんですよ。でもね、さっき当たりでしたね。ちょっとほどきましょう。よし、次はね、2個目はほうきですね。さっき言ってた。ほうきはもうちょっとおみくじと似てて、一回これを回して、まあ何もせずでも、これですね、ほうき。次はね、知ってる人もまあ多いんですけど、ダイヤモンド指輪からの滑り台、からの亀、からの、からの、ゴムゴム、からの兜、兜ですね。それをね、もう連続でね、もうつながって5種類なんで、見といてください。やっていきましょう。まず指輪を作りますね。ダイヤモンドの指輪を、こうしてこう。はい、これがダイヤモンドの指輪ですね。ここに、まあ見えないと思うんですけど、ここに指をはめて、で、ダイヤモンドの指輪になります。ここの真ん中がダイヤモンドですね。次が滑り台です。こうして滑り台ですね。で、これで、亀です。亀ですね。ここが顔で、ここが足で、で、ここも足で、この真ん中が甲羅ですね。で、次のゴムゴムというものは、これですね、ゴムゴム。はい、次の兜は、こうしてね。もう一番下に引くな。ちょっと待ってください。よいしょっと。これですね、兜。これですね。知っているあやとりは以上です。本当はね、違うゴムゴムのやり方もあるんですけど、めちゃくちゃ簡単なゴムゴムのやり方があって、こうしてこうやって回して、こうしてこうできるやり方もあるんですよ。これが焼けてしまえばいいんだ。もう一つのやり方が、で、もう一つあるんですよ、やり方が。こうしてこうして、これで完成です。それしてね、僕ここやけどしてしまいました。ちょっと開けたけど、はい、これでおしまいです。このあやとりは誰に教えてもらったんですか？女の子ですね。僕の学校の同じく、みんな上手ですね。最近めちゃくちゃね、あやとりが流行っています。次作りたいやつありますか？あれやな、あ、東京タワーですね。前ね、教えてもらったんですよ。でも意味が分かんなくて、
ってる人はね、コメント欄で教えてください。はい、ということで今回はあやとりの動画を撮りましたね。ということで今回の動画はこれで終わります。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。しんたろともだち TV でした。じゃあね。